て少し説明します。マトライブの中には実際にプロットは非常に簡単に実現できます。例えばまず ix は0から2π までですね、の行列にの配列にしまして、そしてインターバルは100分の1の π にします。そして y は sinx になります。そうすると xy の関係を見てみようとすると、このようにインプットするとプロットが出てきます。このようなサインウェーブのプロットができるはずです。そしてですね、プロットの方については少し、赤色にしたり、また赤色をして、そしてダッシュラインにしましたですね。一回 CRF をクリアすると、ダッシュラインしたですね。したりはできます。さらに、ポートですね。もうできます。簡単に、そのレイアウトを実現できます。また、2つの曲線を書く場合には、ホールドアンを使います。先ほど、ほとんど更新されましたので、そうでなくて、2つの曲線、あるいは3つの曲線を書こうとしたときに、ホールドアンを使います。説明すると、まず、コサインを使用して、異なる関数になります。で、パウと、x と y2 をすると、x1 が、y が、サイン関数になるんですね。そうすると、xy に移動しまして、そして、ホールド、そしてプロット X と Y2 ですが、 Y2 の方を赤の後ろにします。そうすると2つの逆算が出てきます。で、これをホールドアウトにします。どちらが表記するかわからないので、判例を作ります。判例ですね、レジェンドで判例を作ることができます。1番目の方がサインなんですけど、2番目の方がコサインですから、この方にレジェンドを作りましょう。そうすると、この辺りにレジェンドが付けられるということです。そして X 方向の X ラベルも作りましょう。よく図面を書いて何を書いてるかよくわからないので、できるだけ全ての図面ですね、XY 方向のラベルを書いてください。はい、ですね、書きました。そして、タイトルも書けることができます。タイトルとして、plot functions。このようですね。plot も出てくるはずです。これはですね、本当に便利に図面を書けるはずです。3次元のところもあるんですけど、今回は2次元だけを紹介します。